昭和チャンネルの吉田さんです。今日は11月の1日、今日はウィークで木曜日ですが、法政大学では大学祭が行われております。この多摩キャンパスではまだ授業も行われているということですが、お膳さんが集まっております。毎年来ておりますので、今年もまたお邪魔をしたいと思います。中で面白い展示、変わった展示を私は中心に見て回っていますので、レポートをさせていただきたいと思います。なお短期部の学生さんからはすでにぜひ今年も来てくださいという案内をいただいております。非常にたくさんのお店がこちらに店開きしているのが法政大学市ヶ谷キャンパスの特徴です。終わります。